お世話になります、ひとりでございます。今までレイド報酬が豊富なレイドとして抜け人やハピナスが非常に有名でしたが、今回冠の雪原にもその枠に値するようなポケモンが登場しております。それはですね、もうすでにツイッターとかでも話題になってるので知ってる人も多いと思いますが、デリバードでございます。どんな報酬があるかと言いますと、マックス鉱石や経験飴、あとおしゃぼのドリームボールとか、あと金の王冠とかも低確率でねドロップするとのことで非常に話題になっております。今回はその情報をね共有していきたいと思います。まず場所についてですが、デリバードは複数の箇所で出ますが、今回1箇所だけご紹介します。そこは一番行きやすいところでございまして、マップを見ますと、このね冠神殿のところですね、ちょうど飛べるところになってますので、ここに飛んできましたら、この右手にあるね、この巣がデリバードが出る巣でございます。他の巣でも一応出ますが、確率的には多分ほとんど変わらないですし、あえて別に他のとこでやる必要もないと思いますので、ここでいいんじゃないかなと思っております。でまず前提ですが、報酬のいいねデリバードは紫の柱でしか出ないみたいなので、まず紫の柱を出していくことをやんなくてはなりません。やり方としましては、まあ簡単に説明しますと、まずレポートを書いておきまして、そしたらこの巣の穴にですね、投げ込みますかで、はい押して、レポートの記録しますかで、はい押した瞬間に本ボタンですね、それで本ボタンを連打しまして、それ連打して、色を確認できるまで、ってか いきなり紫きましたねこれで今ホームボタン押すじゃないですか。赤が出たのを確認したら、ここで終了してやめて、リセットしてもう一回同じ手順を繰り返すって感じですね。今回一発で出たんで、まあラッキーですわでそしたらですね、中身確認していくと、まあこれ違いますよね。違いますので、そういった場合はいわゆるね日付変更バグっていうんですか、それを使っていきます。みんなで挑戦やって、それでホームボタンを押して本体日付と時刻の、まあ、これは説明するまでもないですよね、もうまあそういう前提となるバグ自体がおかしいんですが、まあ、そんな感じでずっと変えていきまして、出るまでひたすらねやっていきましょう。お、来ましたね、星5ですね。で星の数についてですが、もちろん星が高い方が報酬はいいみたいで、でまあこれはねネットにあった情報なんで定かではないですが、星が増えればおしゃぼとか金の王冠のドロップ確率が若干ね上がるみたいですね。でこれは大体他の人とやるっていうのことが前提のレイドですので、まあみんなで挑戦でやるっていう感じになりますので、2台持ちの人だったら2台でやるみたいな感じになります。でそうやって一緒にやる際は必ずですね、1回出てきたら必ずレポートを書きましょう。はい、レポートを書いといて、それでやらなくてはならないのでご注意ください。じゃあやっていきましょうか、みんなで挑戦で。はい、じゃあレイドで使っていく個体についてはニャイキングがねおすすめですね。多くの人がそれ使ってると思います。持ち物はこだわりハチマキでございまして、特性はね鋼の精神で、味方のね攻撃の威力が上がるみたいな感じなんで、で性格に関しましては攻撃が上がるやつだったら何でもいいと思います。まあ素早さが下がらないようなやつじゃないといけないですけどね。技についてはアイアンヘッドが覚えてれば OK です。あ、そうだ、あと努力値については AS ぶっぱですね、攻撃と素早さぶっぱでいいんじゃないかなと思います。私これ2体使ってやってきます。はい、こんにちはっていう感じでちゃんと挨拶ぐらいはねしといた方がいいんじゃないかなと思ったり思わなかったりします。アイアンヘッドですね、普通に、ただこれをひたすら打っていくだけです。どんぐらい入るのかな。あ、結構入りますね、普通に、半分入るんだ、めちゃめちゃ入りますね。はい、アイアンヘッドで、えバリア途中で回復することなんてあるんだ、知らなかった。普通にめっちゃいい感じだけどね。 OK、 2ターンで倒せましたね。まあ味方が攻撃してくれたからですけど、2ターンから3ターンぐらいですかね、デリバード。まあこれ捕まえなくてももちろんいいです。はい、でアイテムについてはやっぱりすごいですね、経験アメ XS5 個、あと SMLXL が5個、それぞれ5個はやばいですね。ダイマックスアメ5個、マックス鉱石2個、銀の王冠も1個手に入りますし、これめちゃめちゃやっぱいいですね。でゴージャスボール、あー、おしゃぼは出なかったですね。でポイントアップとかもめちゃめちゃいいもの揃ってますね、本当に。でここに時々金の王冠とかドリームボールとかが混じるっていう感じですかね。確率的には1桁パーセント数パーセントらしいですね。一応他の星のデリバードもやっときましょうか。一応またこれレポートに記録しますか、のとこではい押してっていう感じで、何回もやっていきたいと思います。なんか紫の柱の確率上がりましたかね、2発目で出てきたんですけど。また内容確認しますと違いますので、まあこれやっていきましょう。よし、ようやく三つ星デリバード出ましたね。結構確率低い感じですね。はい、三つ星のデリバード倒していきましょう。はい、エレキボールめっちゃ入るじゃん。サンダースのエレキボールであんだけ入るのはありがたいよ、めちゃめちゃ。
はい、これで、1ターンで倒せましたね。2発で倒せました。多分ニャイキング2体いれば2回攻撃すればもう勝てるんじゃないかなと思います。はい、アイテムはすごいですね。やっぱり XS5 個 S5 個、経験飴 M10 個もありますよ。L3 個、さすがに XL はないんだ。まあでもダイマックスアメとか4個あるし、マックス鉱石は2個ありますから、もしマックス鉱石を稼ぐんだったら三つ星がいいかもしれないですね。普通にダイマックスアドベンチャーやるより多分早いんじゃないかなと思いますね、この時間だったら。あー、やっぱおしゃぼはちょっとないですね。難しいですね。でも三つ星でも四つ星でも一応出るとの情報がありますので、まあでもまあいいでしょ普通にこれで。で、あと1個四つ星だけ探していきましょうか。めっちゃ時間かかりそうだけど、やっぱレアの柱の確率上がりましたよね。3回目で出ましたね。めちゃめちゃ多分確率上がってんなこれ。またやっていきましょう。あー、5つ星ですね。4つ星出したいんだよな。お、4つ星出ましたね。よかった。5つ星何連続も出たりはしなかったんでありがたいっすね。はい、アイアンヘッド、あ、結構まあまあ入りますね。オッケー、アイアンヘッドもう一発、オッケーオッケー、2発で倒せるね。あー、だからこれ3つ星やるなら4つ星やった方がいいっすね。一旦で普通に倒せましたので余裕で。あ、ちゃんと経験飴 XL2 個もあるんだ。で XS5 個 S5 個 M5 個ですから、で、マックス鉱石、あ、他のはないな。ちょっと今回は残念だけど、これ5つ星と比べるとしたら多分4つ星の方が良さそうな気がしますね。だって5つ星のやつは2ターンから3ターン結構不確定な感じでかかりますから、四つ星その間に2回はできたり3回下手すればできる可能性もあるので、一番効率的にはね、まあ何を求めるかにもよりますけど、四つ星が一番いいんじゃないかなと思います。たとえおしゃぼとかも狙ってたとしても回数的にはこっちの方が稼げるので、確率若干星5の方が高いらしいですけど、その差分もちゃんと取り返せると思いますので、四つ星がね、一番効率良さそうですね。一応あと2回ぐらいやってみましょうか、試しに。やっぱ四つ星は絶対に2回の攻撃で倒せますね。アイテムはまた一緒ですね。ゲゲアマ L、XL、マックス鉱石みたいな感じで一緒か。完全一緒だね。3回目いきましょう。オッケー、倒していく。はい、やっぱ豪華ですね。普通に見た目は豪華なんだけど、あー、やっぱ来ないね。そう簡単には来ないみたいですね。ラスト1回だけやろっか。よし。はい、内容見ていくと、やっぱ難しいっすね。ないっすね。普通に一応もうこれやっちゃうと気に入りなくなっちゃいそうなんで、とりあえず、まあ、ボールと金の王冠とかはちょっと確認はできてないという感じですね。でちなみにですけど、抜け人と比べると経験飴稼ぎについては抜け人の方が良さそうですね。抜け人は一発で倒せますが、デリバードは2発かかりますので、それで経験飴の数は多分抜け人3個だったかな。まあ2個だとしても抜け人の方が早いんで抜け人の方がいいと思います。まあ、他のアイテムを集めたいんだったらデリバードの方がいいですけどね、もちろん。はい、ということで今回はデリバードのレイドをご紹介させていただきました。やはりね、報酬はかなりザックザクもらえますのでおすすめですね。マックス鉱石の量に関しても1回あたり2個もらえまして、まあ1分ぐらいで終わりますので、ダイマックスアドベンチャーと比べてもなかなかこっちの方が考えないでやることもできるという点でいいんじゃないかなと思います。まあデリバードはすごいんですが、やっぱりこれ何回も何回もやったら疲れちゃうんで、日照りバーッと浴びてリフレッシュしながらやるのがおすすめです。